60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー236番の田中正人。さあ石取らされてなるものか。全国の中年サラリーマンの期待を胸に田中正人236番のミスター雁之助も、まあ、そういう意味では田中は斉藤さんと同じ立場ってことですね。なんてこと言うんですか。私は安泰ですよなんか冷たいですね。また杉崎さん、せっかくこう雰囲気明るくなっていつもの後楽園ホールになったのに、ただ私違う意味で背筋になっちゃってね。はい、おっと雰囲気が田中選手、レフリーとして試合前に忠告しとく。レフリーは絶対的な権限を持っている。レフリーのこの俺に指一本触ってもすぐその場で反則負け。お前はそれで解雇だ。せいぜい反則負けにならないように頑張りな。応援してるのかなんかよくわかりません。応援してるわけないじゃないですか。これはおそらくね。でもこれね、フーさんのレフリーの姿ってのもいいですね、やっぱり。よくないですよ。いやいや、違う違う、レフリーとしてのフーさん。テッドみたいじゃないですか。さあ、勇気あるね。勇気え、さあ、がっちりと今、組み合いました。ピストラ覚悟で、おとなしいわ、斉藤さん。ピストラ覚悟じゃないですよ。さあ、しかしね、雁之助対田中ですから、シングルマッチ、おお、とものシングルマッチはね、面白いはずですよ。まあ2冠のですね、2冠王者だった田中から雁之助がベルトを奪った時の試合なんかもですね、この後楽園ホールであったわけですけれども、98年の2月ですかね。まああの試合もすざまじい死闘だったわけですが。おお、ここはレフリング、ちゃんとしたレフリングじゃん。いやでも田中がね今攻め込んでるところですから、割って入るのは当然という。はい、古木さんのキャリア、そして今までの歩んできた道のり、そんなに真っ当な道は歩んでますよ、ちゃんと。そんなに真っ当な道は歩んでないっていう落としでしょうか。ちゃんとした道は歩んでますから。そうですか。おーっと、このバックの取り合いから、おーっと、雁之助もさらにレスリングで応戦していく。うわー、すごい。いやー、さすがですね、この。見事であります。だからね、最近の人はね、はい、最近のプロレスファンを見始めた方は古木さんのこと悪いイメージで見たことないんですよ。はい、我々は見てるね、ちゃんとした姿を持つね。私はあまり、でも古木さんはもちろんフットルースまで遡ればですね。そう、いや、フットルースだと、あ、ちょっと待ってください。今のはチョークだということですかね。いや、今のチョーク攻撃と取られてしまうんで、ちょっとこれプロレスにならないんじゃないかという気もするんですが、プレッシャーかけてですね、これね。もう散々挑発してですね。アホかお前って、これ、野球だったら退場ですよ。散々挑発して冬木さんにこう手を出さそうというね、今の暴言ですか。野球だったらね。野球だったら、おーいい、すごい張り手。うわ、男と男の戦い、すごい張り手。今ね、雁之助と田中の顔がダブって見えましたけどね。うわー、これもすごい肉弾戦だ。まさにですね、肉がこう裂けるような音がします。さあ、おお、すごいドロップキックだ。あれはあれだけためがあるとね、きくね、きますよ。しかもこのサイボーグのような体から繰り広げられる、おーのすごいスピード。まさにこれね、ターミネーターと言っていいんじゃないですかね、この田中の体。さあ、しかしその田中の頑強なるこの体を打ち砕くことができるか、雁之助。もちろん雁之助もしかしも勝負感というのはかなり長けてますんでね、勝ちに行くことが雁之助、これは強いですよ。うまみがあるからね、プロレスラーとしての。はい、まあ、まさに前回の2冠でこの2人が戦った時っていうのはその差が出たなというね、うまさで完全に雁之助が最後持ってったという、こういった試合だったんですかね。
さあリング中央で足4の字田中、あロープまでこれかなり距離がありますので、ガンノフスキーはちょっとエスケープするには距離があります。さあ不気味にもこの、しかし冬木さんレフリーこれでかいですね。レフリーさせるとね、ジャンプツさあ、あもう一回、おっと今一応でもちゃんとレフリングしてますね。いや冬木さんもね、ほんとさっき言いましたけど、ね、6時代から前半時代からね、はい、そのレスラー生活もね、あのドローを塗るようなことは僕はしないと思います。でも一時はですよ、理不尽大王ということで一世を風靡した人ですよ。理不尽で一世を風靡した人ですからね。今の地位までのし上がってきたのは、その理不尽さがのし上がってきたと言っても過言ではないわけです。この試合に関して田中がほらリストラでしょ。あちょっと今のどう説明するんですか杉崎さん。見てなかったとは言わせませんよ。見てなかった例の島座かもしれない。例の島座ですか今のは。おわひどい、これ完全に2対1ですね。いやなんかタイトルマッチだというのにね、本当にかつて新日本であのミスター高橋に悲しくなりますね。これはミスター高橋さんに若松さんがあの催眠術使ってたところです。それを彷彿とさせる科学を超えた何かがいた。科学は超えてません、全然に物理的に引っ張っただけですから今冬木さんは。いやね、もうタイトルマッチはこういった形に汚されるのは許されない、許されないんですけどもね。さあニュートラルコーナー上での攻防になってきました。おっと危ない危ない、あこれはガンノスケてっちゃん勝ったやろうという体勢でしたけれども、おーうまい、なんとか田中がしのいでいこうという、あー剥離骨折をしているこの右肘攻めか、とこれは痛い、これは痛い。さあ、まあ、冬木コミッショナー自らがキネで打ち砕いた田中の右肘、しかしこの剥離骨折しながらもまだこの田中はこの FMW マットで3カウント1度たりとも許したことがないという、いやー恐るべしこのサイボーグ田中将人、ウォーニアシタ冬木行動が組んだこのタイトルマッチということで、自らがレフリーをやってもう自らの手で葬り去ろうという最終手段と言っていいでしょうね、これね。そうですね、それで、ねまあ、今日の試合になったと思いますけど、はい、天才的な冬木さんに誤算が一つあるとすれば、はい、やはり ECW 体験してますからね、田中が、うん、多少のことではダメージと受け取らない肉体にもなってますんでね、これね。いや本当にそうですよ、なんか ECW が、ねね、修行に出てたっていうのはこれがね、冬木さんの誤算というような誤算ですね。体ももう本当にあの肉体的にも二回りぐらい大きくなって帰ってきました。あこの字幕は外れてましたね。この字幕はいやこれちゃんと外したんです。ああもうガンノスケが脇固め、これはまだ辛い、これは厳しい状況に陥っている田中。リング中央、リング中央、なんとかなんとかロープエスケープして、あちょっと冬木邪魔ですよこれ。冬木がロープエスケープの邪魔をしているようしか見えないが、ちょっとポジショニングの仕方が悪いんじゃないですかレフリーとしては。あれ正面にもあんなにあるでしょ斉藤さん、レフリーとしては新人なんだから、お金にあげましょう。そんな大事なタイトルマッチですよ、斉藤さんにも新人の頃があったでしょ。選手の気になってくださいよ、新人。ああそして椅子が投げ込まれている。あこれはね、あタイトルマッチがまたしても怪我されていきますよ。ひょっとしますよ。おっと田中生き返るか、あこれは痛い、なんという、うわお客さんが顔しかめてます。痛いっていう痛みが伝わりましたね、ここまで掴めますよ。平然としたのかですけど、ポーカーフェイス、これはまあ恐ろしい。ガンノスケもあのあ骨折してるんですよ大体。普通にね、普通にやったって骨折してますからね、あれ。いや大丈夫でしょうか、もうね波の体じゃね骨が粉々になってますよ。うわー、しかも必要にその田中の右、あー本当にこれレスラー生命も危機というぐらいの大怪我になってしまいますよ。危ない田中将人、あーっと
なんとかしかしギブアップができない。ギブアップをするわけにはいかない。うわー、田中将人ギブアップのその一声を発した途端に即首リストラというなんとも理不尽なこの冬木の要求。うわーっと厳しいぞ。しかしロープまであともう少し、あと10センチ手を伸ばせばなんとかサードロープに届く。やった頑張れ田中将人。リストラされてなるものか。おーロープブレイク。いやー危なかった危なかった。した時のね、ガンノスケっていうのはそういった攻めは本当にこれもう非常と言っていいでしょうね。うわー離しません。キーロック、おっとこれ田中持ち上げんじゃないですか。さあキーロックの状態から、おさあ田中がなんと、おそのままホールだ、そのままホール。さあカウント、カウント、遅いんじゃないですか。ちょっと気づくのが新人ですからね。タイトルマッチですよ、この大事な新人ですからじゃね。これ野球だってそうですよ、新人だからって言ってね、あのミスジャッジがあったらね、これはまあもうあの星野さんなんかに言わせたらもう大変になりますよ。試合後ちょっと藤木さんのクレームじゃつけてみてください。私がですか私がですか。僕は紹介します。紹介していただかなくても結構なんですけど、わかりました。ファンの代表して最高と言いますね。鈴木さん、これはちょっとしかしですね、あの外馬とかあのお化け提灯消えたとはいえ、はい、なんか言いますか。何か異様なことが起こりそうな雰囲気が、まあ、ここまで目立ったあの何ですか、怪我は佐々木ぐらいですか。お、さあバックを取って、おーっとこれも、あーあー、なんと裏十字、裏十字、あれだけの大技を食っていながらガンノスケ、さすがですね。さすがですね。もうこの田中の右腕をですね全く離そうとしません。いやー田中の悲鳴がね今放送席まで届いたわけですけれども、この悲痛な叫びを、ちょっと待ってください。あ、ブレイクしませんか。あ、冬木がやっぱりね、何の助に対してはちょっとあのブレイクしろっていう言葉が甘いですね。冬木レフリー、あ、一応注意してますよね。一応注意してます。はい、おお、これうまい。さあエルボー、さあそして大量覚醒打っていく。ああいった、顔面を打ち砕いたガンノスケの、さらにはスイング DDT、 見事であります。おお、そのままそのまま、いや今ねレフリーの冬木の目が驚いてましたよ。さあ、あーっと田中、しかし、お、間合いを取って間合いを取って、さあバック後ろを見せているガンノスケに対して、おお、後頭部へミサイルだ。まさにバズーガ砲といった方がいいでしょうか。テポドン発射、おおっとカウント、田中のキックすごいです。しかし何ですか今の冬木のカウントは。さあさらにニュートラルコーナーから、おお、すごい飛距離の、しかし膝が、うわー、そして右腕に、いやーブロッカーブロック、おお、冬木がなんと、なんとも不公平なレフリング。レフリーどうのこうのっていう前にね、はい、男と男の戦いですよこれは。リング上で起きてるのは、いやだから万之助だってね、だからなおさらね、足痛いっすよあれ、だからなおさらね、あのレフリーが男同士の戦いにね、あの水を差しちゃいけない。じゃあ斉藤さん行ってきてください。あと今でもいけるじゃないですか、鈴木さんほら今試合行ってきてくださいよ。何言ってんですか、今試合中じゃないですか。試合中に一言鈴木さんに注文つければいいじゃないですか。何言ってんですか鈴木さん。
私はそんな立場ではないですよね。監督だったら、私も監督だったらもうずっと出てますよ。なんだよ、ゆきさん暗い、悔しそうだ。ゆきさんがね、もうだってリストラさせるためのするためのですね、試合も初めからそういう企んでもう組まれたカードですから、危ない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 、危ないな。もう田中頑張ってくれ。いやまた冬木の悔しそうな顔。さあもう一回ガンの、おっと念仏を込めたパワーボムを返す返す、うまく体重を、おー、ラリアット。これは田中も食らいたいけどやるね。モロハの刃だが、しかしぐっさりとガンの助の首を切り裂きました。さあさらにもう一回、おお、さあサンダーファイヤー、これはどうか、おっ、およこってね、え、冬木がどうやら公平なレフリングに目覚めましたか。田中の粘りにひょっとしたら開始したかもしれないね。ちょうど去年の横浜の渡辺二郎さん状態、ね、なるほど、ね、さあそうだと嬉しいんですが、さあ田中に一流の望みがあるとするならば、まさに実力で格の違いを見せつけるぐらいのですね、文句なしの、さあスリーカウントを奪うことしかないわけであります。ダイヤモンドラストだ。これは 120% ヒット。おっと、うろたえている冬木行動、うろたえているぞ、足元ふらついているのは冬木行動と、なんともおののいた姿をご覧ください。さあエルボー、ものすごいエルボー、火を吹いた、おー、カウント 2.99 だ。もうちょいやったな。もうちょっとでしたね。いや惜しかった、カウント2.998 ぐらいでした今。しぶとい男ですね、これは。スリーカウントとなるとね、なかなか奪えないですよね。勝つことに関しての、ね、執念が凄まじいものがあるからね。そうなんですよ。こうやって田中が一方的に攻めていても、最後くるっとガンノスケクラッチとかでね、勝利持ってきたりしますから。ああ、田中の目が、ああ、やばいやばい、これは危ない、田中危ない、あー、危ない。あれ、今田中の、田中完全に首が、もうこれだけの熱狂のるつぼですよ、斉藤さん。首が今180度くにゃっていってね、田中の目がうつろだったんですよ。もう絶対に返せないと思ったんですが、さっきまでのお化け屋敷と打ってた、このヒート、興奮ぶり、恐ろ、あー、危ない、ノーザンライト、危ない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 、おー、やばや、冬木行動3つ目のカウント、右腕がキャンバスを叩いたら、そこで即刻クビという田中将人ですが、まだまだカウント 2.9 だ。うわー、ラリアット、ラリアットのパス、うわー、またあー、まだ田中の目がうつろになっている。田中負けるな、頼む、うわー、やばい、これはやばい、あー、出半だ、出半だ、出半固め、しかしまだストラー、崩れました、かろうじて崩れた、完璧に入ってなかったですからね、今ちょっとね。いやでもね、田中のあの頑強な体にね、涅槃はなかなか決まりづらいんですよね。いやー、それにしても、あー、いかん、これも脳天学、完全にキャンバスにね、めり込んだ、危ない、スタミナもすごい、これはお化け、執念ですよ。お化け屋敷の結末はとんでもない結末になるかもしれませんね、これは。もう2人ともこれお化け、人間じゃないですよこれ。おー、しかしそれを返していくのはガンノスケ、恐るべしだ。おー、お化けと化した、お化けと化した田中将人、いやー、生き返った、まさにゾンビ。おー、しかし
志願の助もゾンビ、おお、ゾンビのエルボーだ。これぞまさにお化け屋敷状態、まさに身をもって人間の体が完全に人間の体を超えている、現実を超越しているぞ。すごい試合だ、エルボー、さあカウント、これはどうか、いやースリーカウントいかない、いやー、このタイトルマッチいつになったら終わるんでしょうか。すっごい試合ですね、これは。いつになったら結末を見るのか。田中の粘り、そして雁之助のね、このしぶとさ、もう恐れ入りますね。さあダイヤモンドダスト、準備整ったか。うわー、しかし雁之助もまだ力は残っているのか、力は残っているのか、信じられない、信じられない。うわー、そのままそのままファイヤーさん、うわーっと持っていこうというのか。うわー、バックに回っている。うわー、うわー、これはいいぞ、これはいいぞ、雁之助が冬木功通り、うわー、エルボー、これは反則、これまさか反則ですか。いやいや、あっと失神だ、失神。ああ、そして雁之助クラッチ、危ない。おー、あれだ、ヒレフリーサムレフリー入っている。失神だよ、冬木さん失神。おお、逆雁之助クラッチ。おおおお、冬木は相変わらず大の失神、冬木失神しているまんまだ。エルボーは、おお、ショットが、お前の資格倒したぞ。おい、いつまで逃げとんのや。もうそろそろお前出てこんかい。俺と一騎打ちいつやんねん、お前。ここみんなが前で。お前、言ってみろ。おい、どうなんや。みんなの前で逃げれんのか、お前。言うてみ、ボケ。お化けはどこにてんねん。一番怖いわな、お前の腹や。なんとも無様に去っていきましたね。上木との一口でお前とはもう終わりにしたるわ。全部お前との一口で全部終わりや。お前とけ、デブ。一緒にやってください。見事インディペンデントワード